宮城龍太は沖縄県中上郡カデナ町出身のプロ野球選手。宇藤右内。横浜 DNA ベイスターズ所属。弟は琉球ブルーオーシャンズに所属していた宮城龍、輝き。小学1年生から島袋ホエールズにおいて軟式野球をはじめ2年生の時に転校してカデナライオンズでプレーする。カデナ町立カデナ中学校時代は公式野球の 読谷ボーイズに所属し、3年生で県大会優勝を果たす。高校は滋賀県東大見市の滋賀学園高等学校に進学。2年生の春の第89回選抜高等学校野球大会に出場を果たし、先発登板した2回戦の対福岡大、附属大堀高校戦では、大堀、三浦銀二と延長15回、1対1で、 引き分けの熱戦を演じる。再試合では2番手として登板するも2点本塁打を浴びて3対5で敗れた。3年生の夏の第100回選手権滋賀大会は初戦の対宿川高校戦において5回1安打9、奪三振、滋賀大会記録対の7連続脱三振の高騰で注目される。準決勝の対綾ヤ高校戦は延長11回、 7対8のサヨナラゲームで夏の甲子園出場はならなかった。2018年10月25日に行われたプロ野球ドラフト会議において横浜 DNA ベイスターズから育成ドラフト一巡目指名され11月13日京都市内で入団交渉を行い支度金280万円年俸340万円で契約合意に達し十一月十二日 横浜市内のホテルで新入団選手記者発表会が行われた。背番号は100。2019年に軍で16試合に登板して防御率6.10という成績に終わった。2020年6月18日、田中健次郎を除く3名の育成選手と共に PC リーグ神奈川フューチャードリームスへの派遣が両球団から発表された。 7月31日、派遣期間が終了し、DNA に復帰。9月16日、再び、神奈川フューチャードリームスへの派遣が発表された。DNA に復帰している間にイースタンリーグで5勝を挙げ、同リーグの最多勝利賞に選出されている。高校時代は、最速時速 141km のストレートと2種類のスライダーが持ち味。ありがとうございます。